はい、アコースティックの殿堂フィフスストリートへようこそ、今夜は元祖ただ松本舗レギュラーライブ12月でございます。はい、はい、最終今年度最終レギュラーライブ、はい、はい、ということで、はい、歳末第5一層、うん、大感謝祭大感謝祭をお願いします。はい、でですけども、いつもはね、うん、豪華なゲストが来るんですけども、うん、今日はもうとことんただ松で、うん、クリスマスから、はい、ラッキーなのかアンラッキーなのか、うん、まあお客さんはどうなのか、はい、お帰りの時に判断していただきますね。はい、はい、はい、うん、はい、よろしくお願いします。はい、で、まあ一応でもいつも通り一部二部と、はい、まあちょっと二部構成でね、はい、はい、やるんですけども、まあちょっと一部はそうですね。我々あの元々ね結成のきっかけが老人ホーム慰問から始まりましたのでね。そうですね、はい、まあ、今もずっと回ってるんですけど、まあ、今日は、我々がどのようにして老人ホームでやっているかというのを第一部で、再現してみたいなと、はい、本来ならば、うん、80歳以上でないと見ることのできない方たちについて、はい、を今日はお送りしようかなと。はい、いろいろね、70歳代のお子様には見せられない、うん、70歳代の、はい、ちょっと大人になった気分、うん、ドキドキ、はい、まあ、皆さんも来たるべき80歳に備えて老人ホーム、デイサービスなどに、ね、通っていただけると、うん、我々の演奏が聴けると、うん、ね、はい、で第1部ではどんな感じでやっているかというのをいろいろちょっとお送りしたいなと。皆さんも自分が、うん、数十年後の自分になったつもりで、つもりで、まあ、その時はまた別の曲になるんでしょうけどね、まあね、はい、そうですね、今の80代の方がにドストライクな曲、選曲でお送りしております。はい、こんな感じでやっています、はい、それでは皆様を、うん、今日はデイサービスフィフスストリートです。はい、プレスタイト、はい、それでは、はい、こんばんは、元祖ただ松本舗という二人組でございます。はい、はい、というわけでございまして、我々元祖ただ松本舗は皆さんのお耳に懐かしいそんな昭和の名曲の数々をお送りしております。お願いいたします。はい、さあ、というわけでね、今日は、まあ、といっても今日はちょっと趣向を凝らしまして、皆さん初めてね、はい、我々を聞くのと思いますのでですね、はい、ね、はい、今日はちょっと我々が歌で、そうですね、皆さんを世界旅行にお連れしたいなと思います。そうですね、我々歌の歌う添乗員元祖ただ松本舗、はい、ツーリストでお送りしてみたいなと思いますので、はい、しばらくお付き合いよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、さあ、ではまずどちらへ参りましょう。そうですね、じゃあ船旅と参りましょうか。うん、船旅、まあ、12月寒いでございますけれども、はい、常夏の芝ハワイにお送りしたいと思います。いいですね、はい、では聴いてください。曲の方は憧れのハワイ航路です。
います。というわけで憧れのハワイ航路でございました。さあというわけで続きましては、はい、ハワイからどこに参りましょう。ハワイアメリカでございますけれども、そこからですね、はい、アメリカの国内線に乗りまして、はい、ホノルル空港から一度テネシー州に飛んでみたいなと思います。はい、ではそんなテネシー州の曲といえば、はい、まあ、こんな曲でございましょうか。ね、テネシー州、はい、ジャック・ダニエルを作っているところでございますね。はい、ではテネシー州の主歌ともなっております。はい、はい、では昭和27年のヒット曲、はい、テネシー・ワルツです。
アメリカテネシー州に参りまして、続きましては一気にアジアに戻ってまいります。そうですね、はい、中国大陸、はい、中国は蘇州、はい、中国蘇州の曲といえばこの曲が有名ですね。はい、昭和15年のヒット曲、皆さんおいくつでいらっしゃいましたでしょうか。では聴いてください。蘇州夜曲です。See
中からやから何やってるかわからないと思うんですけど、今日は今日は、ちょっと第1部は老人ホームを再現しております。はい、80歳以上でなければ普段は聞けないです、ネタをお送りしてたりするんですね。はいはい、というわけで、まあ、その体でお願いします。はい、皆さん80歳になったつもりで、はい、お願いします、思います。はい、というわけで蘇州夜曲でございました。はい、まあ皆さんのね、皆さん知ってらっしゃる歌も、多数出てくると思います。よろしければ我々をカラオケ代わりにして一緒に歌ってくださいね。はい、それでは、中国は蘇州から、はい、続きました日本に、そうですね、海外旅行、まあね、お疲れ様でございます。そうですね、国内旅行に参りましょう。はい、まずはいいですよね。ね、まずは北から行きますか。はい、寒いところです。はい、北海道に。はい、では北海道は知床半島に参りましょう。はい、北陸とも見えますよね。はい、最北端でございます。はい、では曲の方は最北端ではないですか。最北端か、あ、そうか。お年寄りは分からない。お年寄りは気づかないと、ね、ごまかしとけみたいな。濁しとったよ。はい、はい、というわけでそれでは曲の方は知床旅情です。知床
してまいりまして、はい、次は東京にね、日本の首都東京でございます。来年はオリンピックもございますね。はい、2020年オリンピックございます。はい、はい、そんなオリンピックを盛り上げるべく、はい、とも言っても過言でもない、そんな曲を ね、はい、お送りしたいなと思います。東京オリンピックギリギリの私初めてです。はい、皆さんはね、もう、はい、ね、もうすべて、まあ、おそらくのね、もう2回目かと思いますけども、はい、我々はね、初めてでございます。出てはった方もいらっしゃるかもしれない。中にはね、はい。はい、では、そんな感じで、この曲も。はい。では、はい、東京、観光に参りましょうか。では聴いてください。曲の方は東京ブギウギです。東京ブギウギ、リズムウキウキ、心ズキズキ、ワクワク、海を渡り響くは東京ブギウギ。世界の踊り、光の夢のあの歌、口笛吹こう恋とブギのメロディー、燃ゆる心の歌、甘い恋の歌声に君と踊ろうよ、今宵も月の下で東京ブギウギ、心ズキズキワクワク、世紀の歌、心の歌、東京ブギウギ。ヘイ、さあさあブギウギ、太鼓たたいて派手に踊ろうよ、歌おうよ、君も僕も愉快な東京ブギウギ。ブギを踊れば世界は一つ、同じリズムとメロディーを手拍子とって歌おう、ブギのメロディー、燃ゆる心の歌、甘い恋の
というわけで続きましては、どこというね地名はないのですけど、ね、まあね、はい、瀬戸内のね、そんな綺麗なきっと夕日の似合う海なんかいいんじゃないでしょうか。東京ブームすっかり血圧も上がり始めて、そうですね、ここらでちょっと我々の血圧も下げていきますか、はい、言うても我々もそう若くはない、そうですね、はい、そんな多少ね、はい、はい、では、では瀬戸内の方に、はい、はい、進みたいと思います。この方は瀬戸内花屋です。瀬戸は日暮れて若い